はい、どうも。メガサブの地球を綺麗に200回超えましたね。あやかさん200回目登場しましたね。あとあやか出せって。いや、あやかあいつ暇そうで忙しいんで。なわけで201回目はいつものメガサブさん大好きな場所ですね。スロープ、ゴミないですね。いや、マジでここ結構どんどん綺麗になってるんですよ。綺麗になってるって言ってもこんだけ細かいゴミはあるんですけど、まあそんなわけでちょっとね、今日あんま時間ないんで、ほんのちょっとだけですけど、この辺広谷201回目毎度毎度ここやるたびに分かってると思いますがね、これもうほぼほぼマイクロになる手前のゴミなんですよ。これみんな粉々になって、なのでこのゴミバサミでこうやってまあまあね、つまんでいくの大変なんですわ。だからいっそのことこれで、ね、土とか木そのものをみんな全部ユンコかなんかでごそっとゴミ出して取ってくれれば一回で終わるんですけどね。メガサブさんの趣味の範囲で拾ってるんで、ただ間違いなく減ってますからね。この拾ってる分は減ってますからね。あ、また飛んでちった。拾ってる分は減ってるんで、拾わないよりは一個でもかって拾った方がいい。ただこれ端とかね、ストローとかすごいっしょ。全部これプラスチックゴミがいっぱいあるんですよ。ね、こうガチャガチャガチャってやったらまだ中からこれいっぱい出るんだから。これは釣り人じゃないですか、これ。ね、こういうのもあるんですよ。これガチャガチャガチャってやったらいっぱい出てくるでしょ、これ。ね、全部は拾いきれませんが、ね、拾える分だけちょっとずつです。はい、そんなわけで201回目はちょっと迫力なくなってきた。ね、こんなもんで勘弁してください。はい、ほぼほぼちっちゃいプラスチックゴミの201袋目終了です。はい、ピコン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。